中日ドラゴンズ4人の選手の獲得が決定的という報道がありました。ビッグネームの選手の入団も1人決まっています。ファンからも素晴らしい動きだというふうに絶賛の声が上がっていまして、このあたり掘り下げて見ていきます。まず中日ドラゴンズ獲得が決まった1人目の選手が上林選手です。ソフトバンクホークスをコンオフ戦力外となった上林選手ですね。2023年は56試合の出場で1割8分5厘の9打点、出塁率2割1分6厘、OPS456 という成績になっています。2017年、2018年とレギュラーで活躍したんですけれども、2019年以降は成績だったり試合出場数が落ち込んでしまっているというような状況で、ここ近年はなかなか活躍ができていないという選手ではあります。2019年のシーズンの序盤に右手薬指を骨折してしまって、そこから成績がちょっと下降していってしまったかなっていう印象があります。そして2022年のシーズン前にはアキレス腱を断裂する大怪我もしてしまっているという状況ではあります。まあ、ただ中日ドラゴンズは外野手でいうと伊藤浩介選手が戦力外通告受けまして、福本選手が育成落ちということになって、まあ、浜選手は外野には回るようですけれども、まあ、それでもやっぱり人数的にはちょっと足りないというところですね。まあ、上林選手の獲得に動くということになったと思います。そして代打枠で見ましても後藤選手が結構使われていましたけれども、まあ、最終的には打率としてはやっぱり1割台ということで、まあ、左の力強い打球が打てる代打の選手っていうのはやっぱり必要なので、まあ、そういった意味でも上林選手獲得という流れになってくるでしょう。上林選手は戦力外通告を受けてからアメリカのドライブインの方に行ってバッティングを改造して、もう本当に今の状態だったらもうかなり何か掴めてきたということですね。自信を持っているということで打力のアップっていうところも期待したいですね。加藤翔平選手とか後藤俊太選手とか、まあ、このあたりの選手の上位互換の選手として、まあ、守備走塁でも使えるし、代打でも使えるし、まあ、時にはスタメンでも使えるしと、まあ、こういった起用法ができるんじゃないかということですね。上林選手には来季期待したいと思います。では続いて、中日はあの代打者も獲得へということで、こちら見ていきたいと思います。中日ドラゴンズが獲得と報道があった2人目の選手が中島博之選手ですね。読売ジャイアンツを戦力外通告と。いうことになったこの中島選手、今シーズンは出場機会はほとんどなかったんですけれども、やっぱりこの中島選手のベテランとしての打力、ここに期待しているというところだと思います。来シーズンは42歳を迎える大ベテランなわけなんですけれども、立浪監督は獲得に動きました。この中島選手はですね、通算の安打数が1928本、そして打点が994ということですね、まあ、1000打点がかなり見えてきていて、まあ2000本安打はちょっと厳しいかなっていう感じはありますけれども、大記録っていうのが見えてきていると。そして中島選手のこれまでの実績見ていくと、得点圏打率がベテランの域に入ってきても、まあ、常にずっと3割前後の数値っていうのを記録していて、勝負強さがあると、まあ、ここが中島選手の一番の魅力ですよね。立浪監督はこれまでチームの課題として、まあ、いろんなフォアボールを取るとか、まずは長打を打つとか、まあ、こういったところももちろんあるけれども、まあ、結局はチャンスでの一本が打てる選手がすごく欲しいと、まあ、そういった話っていうのが出ていました。チャンスでの一本、まあ、得点圏での成績とか、このあたりを査定でより重要視する方針に変えていこうかと、まあ、そういったところを球団に話そうかと、まあ、それぐらいの話もありました。なので、この中島選手、得点圏打率があって、ベテランならではの勝負強さ、読みの強さっていうところがありますから、重要な場面で代打に中島選手を送って1点を取るような采配っていうのも多くなってくるかもしれません。まあ、今季は序盤はアルモンテ選手とか、まあ、溝脇選手、後藤俊太選手、まあ、いろんな選手を代打で起用したんですけれども、なかなかどの選手も活躍することができず、中日ドラゴンズのチーム全体としての代打成績っていうのは、まあ、12球団の中でもかなり低い数値になってしまっています。若手が多い中日ドラゴンズということもあって、野手の引退した選手、ベテランの引退選手っていうのも多かったですから、やっぱり中島選手みたいなベテラン選手の存在っていうのは、まあ、テクニックを教えるとか、まあ、そういったところも含めて重要にもなってくると思います。では続いて、阪神タイガースからもあの選手を獲得ということで見ていきましょう。阪神タイガースを戦力外となった山本選手ですね。中日ドラゴンズ獲得を決めた3人目の選手です。二遊間を中心に内野を広く守ることができるバランス型の選手ですね。阪神タイガースでは中野選手が今季からセカンドコンバートになってしまったということでですね、まあ、出場機会が一気になくなってしまって一軍出場ゼロに終わったというシーズンになりました。昨年に関しては矢野監督のもと結構山本選手はセカンドでのスタメン出場なんかもあったんですけれども、まあ、監督が変わって一気に出場機会激減してしまったという選手ですね。
今季2軍では85試合の出場で2割4分5厘ホームランなし、出塁率3割4分1厘 OPS655 とような成績になっています。まあまずまずという成績ですね。まあ一時的にはすごくいい時期なんかもあったんですけれども、やっぱりトータルで見ると2割中盤ぐらいというのが2軍での成績になってきます。中日の二遊間候補は若い選手がかなり多いということもあって、やっぱりこの経験のある山本選手も対抗馬に入ってくると少し競争のバランスとしても良くなってくるかもしれません。加えて堂上選手が引退しましたし、溝脇選手が戦力外通告ということになっていますから、近いタイプの内野のユーティリティ選手、山本選手の獲得っていうのは、まあ、中日にとって必要な一手だったのかなというふうに思います。そして二遊間の選手、今は若手の選手が活躍するという前提で、まあ、布陣が組まれているというような状態ではありますけれども、まあ、仮に誰も活躍できないということになってくると、山本選手は爆発的な成績を残せるわけではないけれども、まあ、2割前半ぐらいと、まあ、あとは守備も無難な感じというような感じで山本選手に頼る可能性っていうのは出てくるかもしれません。大きな特徴があるわけではないんですけれども、計算はしやすい選手ということですね。バックアップ選手としては最適な存在になってくると思います。では続いて阪神タイガースからもう一人中日が獲得しているということで、こちらも続いても見ていきましょう。中日ドラゴンズが獲得した選手もう一人ですけれども、阪神タイガースの板山選手ですね。阪神タイガースを戦力外となったんですけれども、この板山選手は内外野を一定の水準で守ることができるユーティリティプレイヤーです。ファースト、セカンド、サードと、まあ、あとは外野もいろんなポジションを守ることができて、比較的身体能力が高いと、そして器用な選手というようなイメージがありますね。まあ、足も一定の速さがあって、まあ、守備もできると。今シーズンは岡田監督から左バッターの中で一番打てるというふうに評価をされて、キャンプでは大絶賛をされて飛躍を期待された選手です。まあ、ただオープン戦では結果を出すことができず、なんとか開幕1軍を勝ち取ったんですけれども、打撃面では相当苦戦をして2軍に降格ということになってしまいました。そして2軍に降格してから一度も1軍昇格なくシーズンを終えたという形になっています。2軍でも打率としては2割前半ぐらいというような数値で、今年は1軍でも2軍でもどちらもバッティングでは結果を残すことができませんでした。まあ、ただ1軍では外野手として印象的な好プレーなんかもありましたし、守備面ではやっぱり貢献できるというような力は見せてきています。中日は育成選手としてこの板山選手を獲得して、まずは2軍で起用していくというような方針になっていくというような報道が出ていますね。やっぱり先ほどもお伝えした通り、中日ドラゴンズ、まあ、内野手っていうのは結構退団した選手も多いですし、引退した選手もいますから、ユーティリティプレイヤーの選手っていうのは2軍を回す上でも重要になってきますよね。まあ、2軍の選手誰か1人怪我をしたとか、まあ、調子が悪いとか、まあ、そういったところで板山選手をどのポジションにも大体はめ込んでいくことができますから、2軍を運営する上でもまず一つ板山選手の力っていうのは貢献してくれると思います。なのでこの板山選手にはまずは2軍スタートになると思いますけれども、2軍で別格の活躍を見せて、例えばまあ2軍で3割ぐらいで他の選手よりもこの板山選手、守備でも走塁でも打撃でも使えるぞというような印象を与えて、そして試合化登録を勝ち取って、なんとか1軍メンバーに入っていくと、そういったところを期待したいと思います。以上です。